戦国姫紀行八戸ねね清新二行、この方は八戸南部市の19代のですね直秀公の娘さんなんですけども、結果的にですね、旦那さんが亡くなってしまって、なんと、一時的なものなんですけども、この、八戸南部市が移ってきて、こちらのですね遠野の南部の、領主であったと、当主であったということが言われています。お墓もあるんですが、今見えない、ちょっと見えないかな、ですね、横田城って元々のお城があって、こちらも横田城とも言うんですけど、ここは新たに、山に、築いたお城で鍋倉城と言いますけども、清新二行っていうのは清新二って尼さんですよね、出家した名前ですので、正確には最後の名前ですので清新二行の墓碑というのがあってですね、そういうお名前で呼ぶのが正確だと思うんですが、ねねとかいくつか呼び名があるみたいですけど、八戸ねねっていうのは八戸南部市のことなんですが、八戸市とも言ってですね、正確には八戸南部市のねね様とお呼びすればよろしいのかもしれませんけど、この時代他でもそうなんですけど、よっぽど著名な大名家でも、異名なというか名前が分かってる、法名とか出家名とかですね、そういうのは分かる方結構いるんですけど、例えば今川寿慶尼さんとかですね、あれだけ名門家の方で有名な方なのに名前が分からないって、そういうことあるんですが、この方の場合はねねというお名前がちょっと通称というか、他にもいくつか呼び名があったみたいですけども、いずれにしてもですね、年直行の言うことは聞かなかったんですよ、要は、ちょっとあっち行ってくれこっち行ってくれっていうのがね嫌だったんじゃないですかね。要するに耐えてしまうのは惜しかったんで、他へ行って向こうを取って後を継いでくれと、私は嫌ですと言って出家してしまったということなんですけど、一応最後のその旦那さんがいなくなったの後の数年間はですね、一応こちらの地を治めたと、当主という肩書きだったんですよ。ですから、いいな大虎とか、ああいう人たちとちょっと立場も状況も違うんですけど、もう半世紀時代ですからね、最後は、でも短い間でしたけど、この1万2000石の当主だったということは言います。清新二行八戸ねね様でした。